お金を貯めるには、毎月の給与の10%から20%を点引きで貯蓄口座へ直接預け入れましょう。それが難しい場合は、娯楽や贅沢品にお金を使う前に借金の返済を優先します。また、予算を立てると使うお金の流れを把握できます。一般的な予算の項目には、住宅費、食費、交通費、娯楽費などがありますが、 自分に合った項目を作成しましょう。1ヶ月間の出費を記録してその傾向をつかみ、出費を抑えるために自分のライフスタイルを変更できる項目を探します。例えば、新品の衣類ではなく古着を買う。光熱費を削るために電気や水道の使用を抑える。外食をせず自炊するなどすると出費を抑えられます。ちりも積もれば山となるで、 ちょっとした選択が大きな効果を生むことを覚えておきましょう。